皆さんこんばんは、新井圭介です。本日2024年、8月の1日21時43分、まず女子バレーボールの方たち、バランス調整があるかどうかというところで、平野美宇選手が卓球で負けた後、その女子バレーボールの方を負けた分、その勝てるんじゃないかどうか、頭の競技はずっと行ってましたから。で、それもまあ途中から大量に頭の量を渡せてる状態で供給してましたので、まあ、あの結果的に残念ながら 4-3 で負けてるんですが、それでバランス調整が効いて、まあ、平野美宇選手が負けた分女子バレーボールが勝てるかどうか、それをまず見極めようと思って、今日特にテレビもつけませんでしたし、この間のそのポーランド戦みたいにサーブ打つときに相手選手を途中で打つされたら、対応はいろいろしにくくなってくる。ちょっとやそっとの対応力じゃなくなってくる。その頭なんか根本的に渡せなくなってしまいますから、その辺のところで、今日特に行っていたのは、テレビを見ることはあまりしないで、インターネットの、オリンピックの、今日いろいろ動画、公開しますけども、まあ、それも取り組んでるところ、なかなか僕は喋ってないんですけども、まあ、頭の中を渡してる状態だっていうことは得点要求のされ方とかで分かると思います。で、まあその内容とかを見ていただいて、ああそういうことだったのかと、僕の方でそのバランス調整があるんじゃないかとか、まあ、そういうふうなところでいろいろと、まあ、考えてた部分がありましたので、まあ、頭の中ワードを組んで供給していても、別のところに行ってるケースとかも今までありましたし、それはもうプロ野球業界とかでも今までいっぱいあったんですよ。で、それは今まで自分がどういうふうなことを話してきたかとか、いろんなことがありますから、まあ、世界が広がりすぎると、収拾はつかなくなるかな。だから、まあ、柔道の試合でも、もうこの試合、もう今の時間帯はもうこの試合に集中だとか、まあ、そういうような形で試合の勝ち負けに、取り組んでいます。柔道で例えたら頭の中が全然渡ってない、渡せてない状態の時、すぐに1本取られて負けました。女性の柔道家の方だったんですけども、まあ、それも動画で、言ってますので、分かる方は分かると思うんですけど、これが頭の中渡してもらってる人間と渡してもらってない人間もすごい差があるんです。で、まあ、その供給量ですね。で、まあ、その辺のところで別に女子バレーボールの試合を投げ出したわけでもありませんし、バスケットボールの試合を投げ出したわけでもないんですよ。この間のバスケットボールの、その八村塁選手の電波で聞こえてきた声で、俺たちに任せてか俺に任せてっていう声が聞こえてから任せたんですよ。試合数がすごく多いわけじゃないですか。だからそれで、八村塁選手のバスケット、まあ、日本代表の、男子のバスケットボールの試合テレビに見てない間に、まあ、頭の中の供給とかも、ずっと家の中で続けてたんですが、それが正直どこに行ってるかわからない部分とかもあるんですが、逆転するところまで進んでたんですよ。で、最後は同点で延長戦になって結局負けてしまったんですが、まあ、あれこれいろんさまざまなことをこう繰り返すことによって、まあ、いろいろもさまざまな意味同じなんですけども、漢字の時点で、しっかり調べています。で、さまざまな内容を何か確立しなかったら、まあ、対応が、追いつかないという部分がありまして、まあ、もう今日の結果で言ったら、かなり、僕としては、惨憺な結果だなと、男子 100kg 級も女子 78kg 級も、まあ、ある程度は勝って進んでるんですけども、まあ、敗者復活戦に今回ってる状態で、この後23時過ぎから敗者復活戦の試合で、まあ、勝ち進んでいけば、まあ、銅メダルが取れるかどうかというところです。
フェンシングの女子フルーレ、団体、準々決勝の方、こちらの方は、準決勝まで進むことが、できました。で、時間帯が18時50分からの始まりで、卓球の方は19時から平野美宇選手、水泳も予定時刻は19時、まあ、これも水泳も種目はたくさんあるんで、結構時間遅れたりするんですよ。で、瀬戸選手が、その予選の組の中で、1位で、進めてますので、19時5分からの女子の、4×200m リレーの予選に関しては、こちらは、多分予選通過できていません。順位を見た限りは、そう見えます。で、まあ、それを見たときに、この女子 4×200m リレーの予選が、瀬戸選手とのバランス調整かなと、まあ、そういう方向も考えたんですよ。っていうのを女子ダブルスの準々決勝15時30分、まあ、これが今日の早めの、時間帯であった競技で、男子20キロの競歩を14時30分がこれが一番早かったんですけども、こちらは、男子の、代表日本人の方が3人も出てるんですよ。で、だからこれは事前に調べといて、まず競歩 20km というものが1着のタイムがどれぐらいなのかと、で、3人の中で誰が一番速いのかと、もちろんその日の、前日たくさんしっかりと眠れただとか、いろんな要素あると思うんですよ、その日の、体調っていうものが。で、その中で、まあ、まあ普通に僕からできることって言ったら、その3名の中で誰が一番タイムが速いかを調べておいて、もうこの人だけに絞るというような形で、1人に絞って、まあ、その出場されている2人の選手も頭の中を供給する側に回って、1人が、3人も出てるわけですから金メダル取りに行くと、多分この試合の仕方で良かったと思うんですよ。でもこれも一応前日の夜中に、前日の夜中というか夜中か、まあ、明け方になるまでの時間帯に、まあ、こう書いていたものですから、まあ、今日も、まあ、カバンの修理を持って行ったりだとか、まあ、いろんなことをしてましたので、競歩に関して14時30分が女子の 20km が先かなとかも思ってたんですよ。頭の中で入れ違ってたんですね。で、その辺のところで、対応が結局、まあ、金メダルが狙えそうなところが結局、対応できてなかったと。男子競歩、20km、もうこれタイム見てもらったら分かります。1着の人とほんの数秒差なんですよ。10秒も差なかったと思います。本当に頭の中の渡す量になってくると思うんですね。で、まあ、1時間と18分ぐらいですので、かなり根気のいる、状況なんですが、その2人が突役に回ることによれば、これはもう膨大な、能力アップになりますので、まあ、その状態だったら、金メダル取れてると思います。まあ、その方法は適用されるのかどうかっていうのも、この試合で試していたら、今日も答えがはっきりと分かっていたんですが、これもまだ、そういう部分もまだ、多分そうだと思うんですよ、水曜見る限り。この間、男子のメドレーに関してなんですけども、日本代表の男子が、2名出てまして、若手で、ジュニアで金を取ったことのある選手が、自己ベストのタイムを、1秒ぐらい、更新しまして銀メダルを取ってます。で、それをアシストしたのが僕の頭の中と、まあ、その時に一緒に出ていた、まあまあ、以前から何回も聞いたことのある、見たことのある、名前だったんですけども、ちょっと今、名前が出てこないんですが、まあ、その人からのトス役もあったのか、まあ、トスはしちゃダメだから、レースを引っ張ったのかのどちらかだと思うんです。かなり先行してですね。
だからあのペースメーカーみたいな形だと思います。頭の中を渡していないのであればですよ、っていうのは前半その人あの先頭にいる選手とそこそこあのかなりついていってるんですよ。だから最初思った時にその若手の18歳の選手じゃなくて今までのそのベテランの選手の方を選ぶべきだったんじゃないかなっていうところで一瞬迷ったんですよ。でそこで解説席の人がその18歳の人は後半に強いっていうそういう後半こうスパートをかけてくるタイプの選手だっていうことを言ってましたので、もうそこはあの一回頭を渡し先を変えようとしたんですけども、もう一度その18歳の人に戻して、でそれも解説席の方でうまくフォローしてくれてたような気がします。しっかりと言ってますだとか、そういうことを言ってくれてまして、で、まあ今日は、まあ、かなりもったいない状況です今のところ。まあバスケットボールに関しても、他の試合勝ちに行ってる時にまあ八村塁選手の件を出してみますと、その時一旦抜けてるんですよ。で男子柔道の方で金メダル争いを決勝でしてたんですね。でそこで、金取れてるんですよ永瀬選手が。で、それはごめんなさい、それはまた別の試合で、その時は、40対40にまた戻してたんですよ。相手の方はリードしてたんですけども、だから一旦抜けて他の試合を勝ち負けしてる間に、まあ同点まで持ち込んだりとかもできてますので、その辺のところの、勝ち方のパターンですね。どう考えても、時間帯、同じ時間帯に重複してる種目がたくさんありましたね。卓球、水泳、フェンシング、女子フルーレに、バスケットボール、女子というような形で、まあ、フェンシングに関しては勝てました。まあ、水泳、瀬戸選手も予選を通過しました。だけどまあバスケットボール女子が負けたのもちょっと最初どうでしたっけ、リードしてた場面ありましたよね。だからまあかなり、その相手にだいぶリードされ始めてから、まあ、男子バスケットボールのようなケースで試合を、物事を動かした方がいいんじゃないかと、まあ、そういう判断でした。で、まあ、卓球の方は誤算ですね。平野美宇選手、途中で廊下通った男の子が、干されてるとか、どうでもいいこと言いに来てるんですよ。で、それと、できるだけ外から声もかけられたくないし、ドアの音も聞きたくない、その瞬間、力が抜けるんですよ。でもう一回言葉のワードを組んで、平野選手とつながる状態を作って頭の中を大量供給、途中からそれしてるんですよ。それ男子フェンシングの女子フルーレの試合が、終わってからだっていうのもありますし、フェンシングの女子フルーレの団体の試合中に柔道の、男子女子の途中の試合が、何回かは勝ってるんですけども、準々決勝の試合のところで、まあ、両方とも負けてしまってるんですね。で、その時間帯が、だから、柔道男子女子もあったんですよ。だから、卓球に柔道男子女子、まあ、卓球女子シングル、これで3つでしょ、バスケットボールの女子と、フェンシング女子フルーレでしょ、で水泳、まあだから、だからコンピューターさんの方で頭の中の
とにかく僕は頭の中を供給していて、コンピューターさんの方である程度振り分けているのかどうかというところだと思います。フェンシング女子フルーレに関してはもう撮影しながら勝ちに行ってるんですよ。もう証拠作りしてますから、そちらの方が頭の供給量かなり多くいくんですよ。で、最初相手にリードされた状態だったんです。フェンシング女子フルーレの方なんですが、それは柔道があったからかもしれませんし、まあ、卓球か水、順番でいくと、バスケットボールですね。バスケットボールが18時だったから、フェンシング女子フルーレが18時50分。けど、まあ、とにもかくにも、頭の中は大量に行くかどうかでした。これは、だからこれテレビつけていてね、その、まあ、バレーボールやバスケットボールの方たち、まあ、バスケットボールに関しては今日は、相手チームの選手で黒いアンダーシャツを着られてる方いらっしゃったじゃないですか。多分その人僕の頭の中撮ってると思うんですよ。つながってきて。体温がこちらに来てたんですけども、その人の体温じゃないかなと。だからこれはバレーボールでもそうなんですけども、相手選手が映ってる時にこう繋がってる部分だとか、まあ体操もそうなんですけども、誰かが喋ったりすることによって、状況が変わったりとかもしますから、だからまあその辺のところで、まあ、この間のポーランドの試合を見る限りでは、あのカメラワークをされるんだったらっていう部分もありましたし、まあ今日は どこがメインかって言ったら、その平野美宇選手が負けた分のバランス調整が本当にあるのかどうか。まあ、もう今日の時点ではっきりと分かったのは、バランス調整というものは、ない可能性の方が高いとしか言えないです。まあ、それまでの試合で、まあ、なでしこジャパンの試合のブラジル戦の件でバランス調整が今日バレーボールであったとしたらという部分の線もあるんですが、あね、これ、調査をしようと思っても限界があります。ですので、まあ、今日バレーボールに関してもそうなんですけども、まあ、負けたことを気にしていただかなくて結構です。バレーボールに関してもこの間のネーションズリーグに関して男子女子両方とも銀メダルを取れてるわけじゃないですか。だからどっか一戦一戦に絞らせてもらったらだいぶまあ自分で言うのもまああれですけども対応能力はかなりある方だと思いますので、ただこれだけの試合数になってきますとやっぱり柔道も大事でしたし、それまで勝ち上がってきた部分、まあまあまだ敗者復活戦がありますから、まだその辺もしっかりと、対応していきたいと思ってるんですが、フェンシングも金メダルがこれ取れるということが分かったんですよ。頭の中供給しっかりいけば現に取りましたし、だから、やっぱり、まあ、この種目の数ですね。だからまあその辺のところで、右往左往してしまったりだとか、テレビを見てる方法だと、相手チーム選手とか映したりしてしまうわけじゃないですか。それ影響、やっぱり出るんですよ。まあ、喋ったりとかもそうですけども。だから、どのような方法がいいかっていうことを考えたときに、まあ、その撮影しながら、点数がだんだんフェンシングが、加算されている途中でこう柔道の方に回ったりしているところの映像とか見てもらったら、まあ、みんなおぼろげながらにも何か分かることがあると思います。だから、まあ、僕も後で映像とか見て得点が相手がどれぐらい迫ってきてるか迫ってきてないかだとか何に固定されているのか固定されてないのかだとか、まあ、そういうところですね。どういうような方法が本当に一番いいのか。柔道に関してはテレビ見ながらした方がしやすいです。
日本人選手が基本的に相手選手も映ってますけど、日本人選手もずっと映ってるわけじゃないですか。でこれが他のスポーツ複数の人間で行う競技に関しては相手陣営とかどうしてもカメラに映したりしてしまうわけじゃないですか。だからそれされると力の行き先とかが、今ももうそれ考えただけでポーランドの選手のことの件はまた思い出したんですが、また抜けてるんですよ。だからどういうふうな形が今いいのか模索中ということです。以上です。今電波で唐揚げっていう声が聞こえてきたんですけども、まあ、もうちょっと夜も遅いので小声で22時3分ですので、唐揚げおかずだけ4個入り買ってきて、ご飯、まあ、ちょっと前に炊けたところで、まあ、今食べてなかったら23時台から柔道の敗者復活戦がありますので、まあ、それでまあ電波で、まあ、こっそりとヒントっていうわけじゃないとは思いますけども、まあ、唐揚げって言ってきてるんだと思います。以上です。投げ出しているわけではありません。どういうふうに対応するのが一番いいのか、これはしっかりと模索しているところです。以上です。